どうもベタです。パワープロをやっていきたいと思います。本日は栄冠ナインやっていくんですけども、はい、前回新入生で糸原くん、阪神の糸原くんが入ってきました。その選手を一応レギュラーに据えて今年はやっていこうかなと思っております。で、最後ギリギリ中堅になれて8人帰ってきてくれましたので、今年は中堅そして強豪となっていけるよう頑張っていきたいと思います。ではやっていきましょう。とりあえず見どころだけパパパッと流して夏の大会行きたいと思います。さあ誰行こうか。あ、これはスイッチ君でキャッチャー20丸、じゃあキャッチャー上げていきたい。お、2あるね。さあキャッチャー来てください、お願いします。難しいか。まあしょうがないね。成田君行こうか。成田君パワーヒッター、お願いします。お、いいですね。成田君パワーヒッターになりました。はい、夏の大会やってまいりました。はい、で前評判はいいです。映像学院倒していきたいと思います。ではやっていきましょう。とりあえず映像学院行っちゃいます。さあさあさあ、今年は何回戦までいけるかな。でもお願い、できれば前回超えたいね。前回は準決勝敗退してしまったので、最低決勝まで行きたい。お願い、頑張っていきましょう。で、まあ静香くんが強いんで静香くん行こうか。でも高田くん一番信頼度高いんですよね。高田くん行こうか。うん、高田くん頑張っていきましょう。ではではでは、まあこんな感じでいいかな。はい、行きまーす。さあ試合勝てるかな。で、相手は一球に喜び一球に前評判通りいいな。そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。とりあえず一塁側高校チーム、三塁側エゾ、一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。うーん、いいじゃねえ。 C じゃん、結構強いぞ。てか格上だぞ。まずは先取点取っていきましょう。ワンアウトランナー一塁という場面で誰が出てくる。バッターは3年生高田、マウンド上ピッチャーは白石。静香君か。とりあえず第1球で、自分は一人ならそのままいけ。あー、残念。二塁送球間に合うか。タッチアウト。三振ゲッツ。ダメだ。おーい、あ、2点取られてしまった。ノーアウト二塁。高校チーム効果。さあ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 、石塚君頑張ってください。引っ張るでいい、いけよ。タッチはセーフ、二塁います。ヒット、ボール球タッチ。ナイスバッティングと思ったら違う、アウト。石塚いい当たりでしたがセカンド。高田君お願いします。ここだぞ。ヒットエンドラン光ってますが、これは流れてきます。打ちました。セカンド前方のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。なんだなんだ、打てないぞ。掴みました。ダメだダメだ。平川君打ってください。君なら打てる。同点にして打った。ナイスバッティング、ありがとうございます。見送った。さすが平川くん、うちの4番ですね。やったね、ありがとうございます。で、ワンアウト二塁。さあさあさあ、松橋くん1年生頑張って。打ちました。初球打ち、いいよ。進塁だ進塁だ、いいよいいよ。アウト。高校チームなおもチャンスが続いた。うちのネギシ君意外と打てるんですよ。意外と打ってくれてるんで、打ってくれないかな。お任せ。楽になるよ君が打てば。取りました。残念、これで3アウト。得点圏に。おわっと2点入れてしまった。やばいぞネギシ君。ここを抑えて、ここを抑えてくれればもうあとはピッチャー変えてあげる。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球、あーっと送球それた。あー、ナイスとかだ。なんとか乗ってくれた。よかったよかった。高校チームに変わりまして、さあネギシ君ここだもん。大沢君を頑張って抑えて。打ちました。あー、打たれちゃった。抜けた。
やばいな、3点差か。5対2。さあまた打たれてる。ちょっと変えてあげようかな、近いところ。とりあえず三振取りたい。直球ナイビッチ、空振り三振。さあこの回返していきましょう。ツーアウトランナーなしか。さあ高田君、そろそろ打ってほしいよ。待て。ナイスナイスナイス。いいよいいよ、平川君のつないだ。ズイク君ラッキーボーイ、ここはもう使っちゃいましょう。ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。さあ1年生だけど打って、さあ行け。来ました、白石。ああ取られちゃったか。アウト、スリーアウトチェンジ。残念です。ノーアウト1、3で打たれすぎじゃない根岸君。ちょっと君打たれすぎで、どうしよっか。あ、ここは3年生長すぎ。お願いします、抑えてください。一塁タッチセーフ。三振が欲しいところだ、ここは。ナイビッチ、先ほどツーランホームランを放っている岩橋。さあホームラン打たれてるから、ちょっとこれは低め中心でいきましょう。ワンチャンゲッツ。三塁ランナーはホームへ。一塁へ送り込む。1点入りました。当たりが悪かったな。ランナーはドンマイ。さあここは内角攻めていけ。今日はおわっと中心。さあこれは打ち取っただろう。さあこの後攻めていきましょう。逆転のネモゲームズ頑張っていける。さあいけ。ツーアウト1塁か。高田君ここちょっと打ってほしいよ。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。お願い、打ってくれないかな。来ました、掴んで、これで3アウトになります。厳しい。ノーアウト1塁、ピッチャー変えていきましょう。あ、土田くんか。土田くんはちょっと頑張ってもらわないといけない。来ました、抜いていった。おっと、やばいぞやばいぞ。1塁ランナー2塁を蹴って3塁。石塚くん、ちょっと2塁。またランナー2塁でストップ。つばき、ツーベースヒットを放ちました。やばいな、ピッチャー変えましょうか。どうしよう、新田くん。これはもう守備をうまいこと上げていくで、あとは高校チーム。さあ頑張ってくれ、この回抑えてくれ。持ち前の強心臓が力を発揮する。打った、これは強烈。マジでレフトセンター見よう。これはやられた、やばいぞ。9回の、いや7点差か。とりあえず塁でよか。機械のごとき精密さを発揮する。さあ頑張り、港来ました。おい、根岸掴んだ。根岸そのままベースを踏んでアウト。勝てないのか。これでワンアウト、ランナーバッターは1年生通気。さあ通気頑張れ頑張れ通気。おわーっと、マジか。まだ諦めるな、まだいけるぞ。野球はツーアウトから。さあいけ。これはセカンド真正面、一塁送球。いいとこなしだったな。高校チーム初戦で敗れてしまいました。白石見事な完投勝利です。結構いったのにな、今年は初戦敗退でした。残念です。まあ仕方ないか、こういう時もある。で中堅落ちてしまいましたね、残念です。そこそこになってしまった。残念だな、ちょっと点数取られすぎな感じはしますが、頑張ってほしい。で石塚君、君は打率はいいんで頑張って。で、やっと女性のマネージャーになってくれた、ありがとうございます。で、バランス重視。
さあここから頑張っていきましょう。はい、では本日はここで終わらせていただきます。また別の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さようなら。